Hi, I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa! Hello everyone, I am back once again for another funny reaction video. And today I am reacting to Kato-chan Ken-chan bloopers. But before that, I would like to invite everyone to please visit my other channel, it's called To David Chris. And also please do follow me for more videos. I have the link in the description box. Thank you guys. So without further ado, let's play the video. 判定ドラマ NG 集くわなんのさあ、おなじみ NG 集の登場であります。まずはセッチャーの少年ジェット。セットはどんどん倒れていくんですが、テーマだが、いきなりスタッフが浮いちゃいました。続いてはついてない男役の江見敏夫さん。コートが首に引っかかるんですが、画面の下スタッフが見えててこれまた NG。 そうだよ。さあ、引っ越し屋さんのアルバイトを始めた2人。バカ、ごめん、呼ぶなよバカ野郎、お前。あれ？It did break. あらら、おめえ。バカ野郎、お前、急に呼ぶんじゃねえよ、お前。呼ぶんじゃねえよ。もう一回やると、ケンちゃんこそ、壁です。壁ならいくら叩いても割れるわけありませんよね。さあ、次は松原千恵子さん。カメラが待ってても入ってきません。こんな上がらなくなっちゃったんですね。ポン、もう一回行きます。It's hard to open the door. ここが私の寝室です。あ、ドアノブ硬いから気をつけろ。さあ、煙とともに忍者が登場。バカ、お前タイミングが長すぎるんだよ。It's the sound of their jump. 中には自分の家なのに分からなくなっちゃう役者さんもいましたね。エステティック美容サロン。そこだ、そこ、そこ、そこだ、そこだ、行きましょう、行きましょう、案内して。どこ行くんだ、どこ行くんだ、Wrong door。河合さんは同じ失敗をまたやっちゃうんです。こっちだって。Again。真剣にしましょう、真剣に。朝子さんはセリフがボロボロになっちゃいました。どうしたんだお前。なんだろうな。シロハ国民の連中がうちの名前やだ。いやつら素人衆にまで手出しやがって。だって島嵐されて黙ってるわけにはいかないな。あれか。このまま手引っ込ますわけにはいけない。ディレですか。聞いてますよ。当たり前だよ。続いては田中美佐子さん。田中さん真面目な顔をしてますが、実は笑いをじっとこらえているんです。まあ、お下品にね。大丈夫、大丈夫、よだれよだれ。どうしたの、どうしたの、びしょびしょにして。もっと上品にしなきゃダメ。ダダダダダバーダーダーバーしたら。なんだろうな。もういい、もういい、もういい。はい、変わらず。はい、はい、顔、変わらず。一度笑い出したらもう止まりません。はい、はい、はい、はい。
あ、まだ残ってる。口の中真っ白ってるから。うじゅ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 うって。さあ、加藤さん、お灸を据えられてしまいます。もちろんこれ本物のお灸なんですね。あ、ここに、うんうん、それはずっと背骨通って、あの座骨神経痛とかよ、うん、腰なんかいいらしいで、これ。本当かよ、これ。天痛の。やってみるか、そう。ちょっと頭やってみようか。うん、な、ちょっと用意するな。待ってろ。ずあ、たたたたたた、おい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 。おい、本当にあっち行くんだよ、こっちおい。さあ、次はボスからの電話、はいはい、加藤さんの右手にご注目。ボスだよ、おめえ。志村君、ハワイに木刀はない。残念だったな。その代わりと言ってはなんだが、君たち二人に私からお年玉をあげよう。お年玉？お年玉、これ取れるんだぜ、お前。さあ、加賀真理子さん、パイをぶつけるシーンなんですが、鼻から下にぶつけろとスタッフに注文を出したんですが。加賀さん怒ってますね。加賀さんを怒らせると本当に怖いんですよ。申し訳ありませんでした。私がこの人にやってやりたい。続いて夏木陽子さん、乱闘シーンの後、二人に当たり散らして、さらにカメラさんにも当たっていきます。It's the cameraman。これはですね、乱闘シーンが終わりましてですね、二カメさんがですね、もう一回行きましょうと言った言葉で声をかけましたね。はい、ほぼ行こう。公開の撮影現場でも NG シーンがありました。音が出ません。The music was a little late, is it? Was it? テレビスロットマシーンが故障したこともありました。はい。はい。いいですか？はい。スタート。スタート。お、勝てた。あ、あれ？お？故障しちゃってる、故障しちゃってる、これ。これじゃみんな当たってんじゃないか、おい。今当たった人ドキッとしてるよ、あれ。あ、つまんないの、つってるぞ、お前。じゃポーズをし、お客さんのハプニングはありましたね。さあ、この方にご注目いただきましょうか。わー、It's a game show。 どうも、また来週。加藤健。さあ、本番終了後です。実はこのお嬢さん、沢田研二さんの大ファン。その上、海外旅行が当たった興奮でフラフラになってしまったんです。あのおじさんがね、いろいろあの手続きしてくれますから。あの白髪のおじさんが、あのおじさんのところに行ってください。あの上がっちゃってなんかフラフラフラ、大丈夫？園田ほら大丈夫？ほら、ちょっと What's happening there?大丈夫ですか？いや、あんだけ喜ばれるとなんか嬉しくなるね。なんかあの本当に腰砕けになっちゃって信じられないね、きっと。それじゃ酔っ払いだよ、それじゃ。さあ、加藤ちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビ夏休み傑作特集、お楽しみいただけましたでしょうか。あっと気がついたらもう1時間、早いもんですね。婚姻やるごとしと申しますが、残暑も忘れて大笑いしたに違いありませんでしょ。ねっねっねっ。さて、夏休みの方もあとわずかですが、今回目いっぱい楽しんじゃいましょうね。
というわけで夏休みにお送りしております特集なんですが、来週のこの時間は特集の第2弾をお送りいたします。メイキング特集ですが、本邦初公開マル秘トップシークレットのメイキングシーンを一斉に公開いたします。題して加トちゃんケンちゃんご機嫌裏取り、見逃せません。そして笑えます。その上ひっくり返ります。加トちゃんケンちゃんご機嫌裏取り、いよいよ1週間後に公開。来週の8時はやっぱりご機嫌テレビでお楽しみいただきたいと思います。それではまた来週。Wow, guys, that was a very funny video, very funny bloopers. Kato-chan and Ken-chan are really cool duo. I love their tandem. They're so funny together. And during their taping in the set, they're so funny, right, guys? It's like they're not working. They're having fun while working. And that's the most important thing. You're working and at the same time, you love your work. You're happy doing your work. And they're really good friends. Well, anyway, guys, I had fun watching this video. Thank you for watching with me. I'll see you in my next video.